茶海の茶海それ意味違いそう。行こう。じゃあ。逆境に強いというか、まあ、2011年の話にもなりますけど、まあ、初戦、厳しい試合をしてからっていうところもあったので、そういう、逆境に立たされたところからの切り替えだったりとか、さらにっていうところは本当に強みだと思うので、はい、明日に向けてしっかり切り替えて戦いたいなと思います。本当にたくさんの方に応援されてるなって思いますし、やっぱりその応援されてる感謝の気持ちをやっぱりピッチの上で自分たちは表現しなきゃいけないと思いますし、本当にオリンピックの切符を取るために一生懸命試合試合戦うと頑張っていきたいと思います。まあ今のこういう苦しい状況を作ってしまったのは自分たちですし、ただそこでまだ終わったわけではないですし、まあ必ずリオの五輪の切符を取るっていうのは全員が思っていることなので、それをできるようにもうとにかくピッチで一生懸命戦いたいなと思います。